はい、じゃあね、まだ全然落ちてない、シミがこんな風に落ちてないので、色の段差がねここにあるでしょ。これをねこの中でもみ洗いします。優しくでいいですよ。はい、それではですね、この段階で、ちょっと物を足します。まずこれです。ワイドハイター、液体の酸素系の漂白剤、こちらにですね、つけ置きするときは水1リットルに対して10ミリリットルと書いてあります。これは5リットルですから、こちら50ですね。50キャップ1杯が40なので、はい、40、あと10、こんなもんかな、10。はい、でね、こちらね、つけ置きするときここ見ていただきたいんですけど、このワイドハイターにはですね、つけ置きは本瓶だけを溶かした水かぬるま湯に30分間、浸した後水ですすぐか洗濯するって書いてあるんですが、これを守ってません。まず温度が高いし、洗剤に今混ぜてますね。それから入れるのがですね、こちらです。ワイドハイター、同じワイドハイターなんですけど、何が違うか、ここです。粉末です。さっきは液体、これ粉末。これをですね、つけ置きでするときは水かぬるま湯によく溶かし約30分間ということで、1リットルに 5g、 つけ置きは1リットルに 5g だから、これ5リットルあるから 25g ですね。 25g はキャップの一番上、まで25、これで20かな、 20g、 そして一番下が 5g、 あ、そっか、 5g、 こんな感じかな、25。はい、これ入れました。はい、最初に洗剤を入れて、溶かしたやつからですね、10分間経過して、優しく優しく水浴中でもみ洗いをして、それから今度は液体の漂白剤と粉末の漂白剤をプラスしました。本当はね、この段階でも温度が50度保たれているのが理想的なんですけど、温度計を見てください。今ね、撮影をしながらね、揉んだりなんだかんだをやってるので、今もう 47.7 度になっちゃいましたね。スタートした時は 51.7 度だったから。だからね、そうやって温度下がるの嫌だなと言って、最初からね55度にしちゃうとかダメよ。一番最初に言ったように、温度はマックス50度、一番高くても50度にしてくださいね。まあ、全てのシミ抜きはリスクありますし、50度にしたとしてもね、色が出ちゃうものは色が出ちゃうしね、ダメなものも多少あって、で、まあ、全て自己責任なわけなんですが、でもね、一応僕が家庭でやるんだったら50度は限界にしたいですね。そしてつけ置きの時間、この方法でつけ置きするんだったら、一番長くつけても1時間です。今まず10分間つけてあったので、またお洋服入れます。お洋服ね、もう冷たくなってるから、これお洋服入れるとね、さらに水温下がりますね、きっと。はい、入れました。先ほどは洗剤だけだったのが、漂白剤を入れたことで今度はまた色が出るんじゃないかというふうに思いますよね。はい、だからここね、お洋服のシミはもうこんな風に入っちゃうと、もうシミ確認できないんで、ここね、ここを確認してください。それで温度、今見ていただくと、さらにちょっと温度が下がっていて 46.6 に下がってます。でもね、 46.6 度って、まあ普通にお洗濯をする温度としては相当な高温だし、46度で全体処理をするということもなかなか大変だと思いますので、5リットルの水量ぐらいだったらね、そんな大変じゃなくできんじゃないかなと思います。じゃあ蓋をしました。さあ、漂白剤を入れてから、30分いきます。30分、もう30分間他のことしてて OK です。
気になる人は途中で開けて色が出てないかなとか見ていいですけど、まあシミが落ちたかなというふうに見てもいいですけど、どんどん温度が下がりますね。で途中でね10分ぐらいで取れたっていうんであればもう洗っちゃって OK なんだけど、取れたと思って、洗ったら結局残ってたなんていうようなことも嫌ですし、僕もね10分がいいのか20分がいいのかって分かんなくて、経験上というか勘でやってる感じなので、はい、それでは30分、経過しましたので、もう前処理が終了というふうなことでね、こちらも洗おうかなというふうに思うんですが、もしねここで、カレーのシミが取れていなければもっと長く漬け込もうというふうに、思うんですが、どうでしょう、10分経過して、漂白剤をね入れる前の段階で相当綺麗になっちゃっていたので、もう大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。ちょっと確認してみようか。じゃあ洗濯機のところの方がちょっとね露出暗くて見づらいんだけど、もうねほぼ分かんない。まあ洗ってみてね、乾かしてみてどうかっていう風なところもあるけど、でももう多分ね動画見てる人はおお綺麗になったじゃんっていう風に思ってるんじゃないかなと思うんですよね。なのでこれこのまんまね洗濯機に入れて洗います。多分ね温度どれくらい下がってるかな、でもね下がっていいんですよ。別に下がってもこれから丸洗いするので、お水入れます。でね最初に入れた洗剤の量が30リッター、お水30リッターに適切な量でしたから、お水を30リッターまで増やします。つまり5リッターで漬け置きしたので25リッタープラスするわけなんですけど、そのプラスする際に使うのはもう お水で普通の水道水から出てくるお水で結構ですから、こちらはですね温度が低いので、50度近くでスタートして、で10分漬け置きして、その後30分合計40分漬け置きしているので、温度が下がっていたとしてもですね多分45度とかそれぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。で今水を足したのでもう相当温度は下がっております。だから他のものも混ぜてね普通にお洗濯していただいて何ら問題ないです。ちょっと温度測ってみようか。ほら 25.2 度まで下がってます。はい、下がってますね。そしたらもったいないじゃないですか、一つだけ洗うなんてちょっとありえないですよね。だから T シャツ1枚だけ、前処理としてね、カレーのシミ抜きをしたものだけ今たまたまやってますけど、これに普通のタオルとか靴下とかハンカチとか、いろんなものをね肌着とかね、いろんなものを入れて普通にあとはお洗濯してください。洗剤を入れる必要はありません、先ほど一番最初に入れたもので十分でございます。あとはね、普通に洗濯をして普通にすすいで普通に干して普通に乾いたらどんな風にシミがなっているのかというのを確認したいと思います。はい、仕上がりましたというか、お洗濯終わってね、干して、乾燥した状態で、今撮影しております。ビフォーアフターの変化比較で言えばですね、圧倒的にカレーの色の段差というのはなくなっております。この辺にこうシミをつけてあったんですけど、綺麗になったじゃんっていう風に思ってもうこれでいいやっていう風な方であればもうここで OK です。ただ、ちゃんと色の段差を見れば、ここ例えばここそしてこっち、この範囲ですね、ここだけなんか色がちょっと濃くなってますね。一番最初にね僕はマジックリンをつけて油の染み抜きをしたつもりなんですよ。油の染み抜きをしてそれからカレーの色素を取るために漂白をしたつもりなんですが、
なんとなくその漬け込みが終わった段階でね、取れたなというふうに思ったんですけど、取れてなかった。取れてなかった。油が残ってる。これが濃い色になってしまってますね。ご家庭で水洗いをして残る飲食に伴うシミの代表が油のシミです。油のシミが残ってしまうので、できるだけその前処理的なものでね、油のシミさえ、取ってあげればすごく綺麗になるというふうに思っているんですが、実際にね、あれだけ漬け込みをしたのに、10分間漬け込んでその後漂白を30分したのにですね、こんな風に残ってしまう恐るべき恐るべし、カレーのシミですね。これでいいっていう方はね、もうこれでこのまま着ちゃうしかないし、嫌だっていう人はですね、この油のシミを取るために、クリーニングに出すと、油のシミを取ってくださいと言われれば、取ってくれるクリーニング屋さんが確実にあると思います。油のシミでもどうしても家で取りたいっていうんであれば、先ほど10分30分と漬け込みをした内容をさらに、レベルを上げていくというか、強くしていくというふうなことになります。特にその漂白剤を入れて30分漬け込むというような、その色素を漂白するというか取るというふうな作業はもう必要ないかと思うんですが、この油を取るというね、作業として一番最初のマジックリンをシュッシュッと、マジックリンを垂らしてですね、やったような前処理の作業をもうちょっときつくしなければならないと。で、濃いシミを薄くするのは簡単で、薄くなってからそれをゼロにするのは非常に難儀だよというふうなことはですね、ご家庭でもプロの現場でも同じでございまして、今薄く塗れたように見えるところをですね、なんかこう薬を使った、例えばマジックリンでもいいや、それで濡らすとね、一時的に一瞬で濃い色になりますから、このシミが落ちたかどうか反応が全く分かんないわけですよ。だからそれを確認するためには、一度また十分すすいでね、で乾燥させるというふうなことが必要で、で、まだ取れてないということは、じゃあもうちょっと強くしてみようとか、そういう手間をね、どれだけかけるのかというふうなことです。だから、確かにね、それだけ時間をかければ、綺麗になりますね。でもそこまでできないなというふうな方がほとんどじゃないかなというふうに思いますし、いやいや、いいんだ、完全にシミなんか取れなくても普段着だからっていうふうなことであれば、もうこれで十分じゃないかなというふうに思います。今日はこんな感じで、若干薄く油染みが残ってしまったんですが、カレーのシミ抜きの方法を動画にしてみました。皆さんぜひね、チャンネル登録してみてください。いろんなシミ抜きをですね、やります。カレーのシミ1回やったからもう終わりじゃなくてね、何度も何度もそのシミが乳化ですればね、やってみますし、リクエストがあればね、それもやってみますしね。だからお気軽にコメント欄に、リクエストをしていただいたり、ご質問していただいたりね、あとはこんなのを見つけてこんな風にやってみたら成功したよとか、あとはなぜうまくいかないんだろう、失敗しちゃったとかね、いろんなことを何でもコメント欄に書いていただければと思います。それではまた。